宮崎港は、宮崎県中央部、宮崎市高須町、吉村町一帯にある港湾。県庁所在地の宮崎市の東岸にあり日向灘に、流れる大淀川河港の左岸、一つを入り江に位置する川口港。1969年に開港。港湾管理者は、宮崎県。1973年4月16日、県内では、細島港。 油津港に次いで3番目に重要港湾の指定を受ける。東港はかつて赤江港と呼ばれ日向沿岸の要港であった。文明年間は大陸港駅路に日向沿岸経由の南海路が採用され始めると赤江港は気候地となったとされ、江戸時代伊東市予備半世紀の文化年間頃から情報交易が活発となる。当時の赤江港は大淀川赤港の右岸部に位置し、 伊東市帯半領内の北東部に立地していた。明治期は大淀川水運によって内陸部と結ばれていたので宮崎県最大の川口港として繁栄した。しかし、1923年、国鉄日報本線開通による輸送体系の変化、川口港の宿命である氷砂体積に直面し、急激に衰退する。1937年、 赤江港から宮崎港に解消する。太平洋戦争後、広範囲県の成長に経済成長が伴い、宮崎港の再浮上が求められ、1958年から改修工事に着手。1969年に一つを入れに、宮崎港が再生する。宮崎港、フェリーターミナル宮崎カーフェリーの発着時間に合わせた連絡バスあり、宮崎駅、宮古シティ、 南宮崎駅発着。ありがとうございます。